Phil Cut。はい、今日は株式会社サンライズの橋本大二さんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一つ上の先輩になるんですけど、高校が一緒で、僕の尊敬する一人の先輩でもあります。ほんまに思ってる？いや、ほんまです、ほんまです、ほんまです。もう高校時代は、まあ、今の橋本大二さんの、立ち位置とかいろいろあるかもしれないですけど、ぶっちゃけて話すると、めちゃくちゃ怖かったです。え、まあ、そういうな、そういう高校やからね。あ、そうです、まあ、そういう高校時代ですね。あれがもう伝統やからね。そうですね。自分もされたし、だから自分もするみたいな。あ、そうですよね、うん、まあ、そういうのありましたね。なんかもう高校のね、練習終わりに、まあ、一つだけちょっとエピソードあげさせていただきたいんですけど、まあ、何かこう悪いこととかボールが残ってたりとか、ね、そういうのがあると先輩に呼び出されて、当時僕らの代が100人ぐらい多分部員がいたんですよ。で、A チームはそういうの呼ばれず、僕みたいな B とか C でやってた人間は、うん、まあ、全員呼ばれて、まあ、100人ぐらい。トレーニングジムですよね。うん、そう、ありましたね。ね、ここに呼ばれて、もう前に、2年生、3年生の方が座ってるんです。で、その中で1人だけ、ほうきを持って座ってる方がいたんです。俺覚えてないよ、マジで。覚えてないでしょ。いや、もうそれ見た時は、僕ら多分5月、6月とかですかね。1年生で入って、5月、6月、もう前に座られてて、もうみんなちょっとこう、もう笑いとかないんですよね。ああ、確かにね、はい。あれは笑われへん。そこで、まあ偶然、まあ掃除されたかもしれないです。ああ、そうやな。はい。はい、でも、ほうき持って、うわ、これやばいなーっていうのが、僕の大地さんの、最初の第一印象です。サッカーじゃなくね、サッカーじゃない、サッカーのプレーがどうこうとかじゃなくて、はい、サッカーで見たわけじゃなくて、はい、ジムで大きい持てたから、はい、もうあれはちょっとサッカーも関係ないからね、それ。いや、怖かったです、あれは。まあ確かにね、それを卒業するんですけど、ただもういいところもあって、2つ挙げさせてもらうと、第三の代ってちょっと、もう僕らはもう何してんねんってはっきり言って言いたいんですけど、うんうん、選手権1回戦入ったそうですね、でしたよね。厳密には5回戦です。ああ、そうですね。シード校で行って、一発目。1回戦じゃないです。すいません。5回あります。5回戦。で、敗退した。僕はまあその時は応援をしてたんですね。で、その時はまあもう、なんでやねんと。もう僕ら次の日からもう地獄やんけっていうことしか多分考えてない。多分これ、大地さん分かると思うんですけど。で、まあそれがずっと月日が流れて、僕らの代、そういうこともあって、多分、チーム一団となることあったんですよ。早めに選手権が終わって、そこから準備期間があってっていうので、で、偶然大阪予選の選手権の決勝まで行くことあって、で、それの前日ですよ、大地さん覚えてないかもしれないですけど、僕の携帯にわざわざ電話してきてくださって。え、覚えてます？マジでなんとなくほんまに本気で頑張れよっていうことを僕聞いて、この人はもうあの時ほうき持ってた人やでって思いながら、明日もう死ぬ気で頑張らなあかんっていう気持ちで臨めました。そういう怖い一面もありますけど、やっぱ情に熱い一面がすごいあるなっていうのはその時から感じてて、あ、ほんまに負けたよ。だから多分あれはもう大地さんから電話があったから負けたって言われる。どっちやねん、どっちやねん。そうなんですよね、0対3で残念ながらね、負けてしまったっていうのがあって、で、もう一つだけ、僕が今あるのってほんまに大地さんのおかげで、これもうなんかね、上げてるような感じするんですけど、ほんまにそうで、高校卒業して社会人しながらサッカーをしていて、こうで、滋賀県の三尾っていうね、今 JFL でやってるんですけど、でそこに行った時に僕、まあ、戦力外通告受けたんですね、もうクビやっていうことで、で、チーム探してる時に名古屋のチームに本当は行く予定だったんです、社会人のチーム、うん、で、最終選考とかもそこは受かるっていう話で、もうそこまで行ってたんですよ、うんうんうん、じゃあ最後メディカルチェックみたいなのがあって、うん、そこで NG 食らったんです。あ、そう、初めて聞いた。あ、本当ですか。なんか手首にね、ピンが入ってて、それだけでもう NG やったんですよ。あ、そう。で、やばいなと思って、もう仕事もないじゃないですか、サッカーもできへんしって言って、まあ一旦実家の大阪帰ろうって言って帰って、で、その時に僕の同級生のマネージャーの塩田っていうのがいてるんですけど、うん、彼に連絡して、なんか大阪でいいチームないかっていう話をしたら、うん、大地さん紹介してもらった。あ、連絡俺覚えてるわ。え、覚えてますか。覚えてる覚えてる。それ10年ぐらい前ですよ、それだから。ほうき持ってるのとか、電話覚えてんのかそれ覚えてるわ。それきっかけで、僕がまあ前職のサッカークラブに入れて、うん、で、12年ですかね、長くやってたね。で、今こうやって出版社で
ろいろこう仕事をできてるっていうのは、ほんまに大地さんのおかげっていうのはすごい感謝してます。いや嬉しいよね、なんかその人生のきっかけとなった分岐点とまではおこがましいけど、はい、なんかあるよね、タイミング縁とかってのがあるからね。そうですよね、そういう縁です。うん、嬉しいですね。ありがとうございます。こんなもんね、YouTube にも出ていただいて。いやいやいや、達夫が言うことだったら結構長みたいけどね。ああ、そうですね。過去にもお願いされてね。そうですね、まあ、いそっちでね。いやいや、ね、最近も海外まで行っててとかっていうのもあって、うん、で海外が帰ってきてるの僕知ってたんですけど、うん、あの僕から連絡するのもあんまりあれかなと思ってたら、うん、大地さんがわざわざ、うん、あの撮影の件、うん、行けるよ、覚えてたよ。自分の中でもなんか達夫にお願いされたからさちょっとあるなと思いながら悪いなと思いながら本当ですか。そう、まあまあ、嬉しいですよ。ありがとうございます、うん、まあ、こんな関係で、はい、今後ともね、いろいろお付き合いさせてもらって大事だなと思いますんで、はい、でこのチャンネルがですね、うん、あのまあ、ずっと僕も自分自身サッカー、スポーツをずっとやってきた中で、はい、何か社会に貢献できないかと思って、うん、まあ、解説させてもらったんですね、うん、で、まあ、セカンドキャリアとかスポーツとかずっとしてきて、うん、社会人になってやっぱ苦労することたくさんあって、うん、で僕もそういうのを経験しているので、うん、なんかそういうので、まあ、大事さんもずっとスポーツをやってた中で、うん、今ね、トレーナーとしても活躍されてっていうところ、経営者としても活躍されてっていうのがあるので、なんかそういうところをこう聞いていって、で、まあ、これを見た人が少しでもプラスになるような形になったらいいなと思ってるんで、はい、あなれば嬉しいですね。素のままお答えいただくと楽しくお願いします。ああ、確かに。僕はもう今緊張でドキドキでやばいんで楽しくね、はい、楽しく、はい、お願いします。まあ、ずっとスポーツをしてきた中で、うん、サッカーはいつまでされたの？何歳の？26ぐらいで引退したかな。最後言って FC 大阪ですね、僕と一緒にやった時に。 FC 大阪の次のミドルレンジっていう社会人のチームに、はいはいはい、1年いたかいなかったぐらい。あ、やってたんですね、うん、ミドルレンジで1年弱ぐらい。あ、そうなんですね。そう、そこであの膝をちょっとね、やってしまって、それで前十字ですね。前十字と半月板を。ああ、なるほど、うん、それが26歳の時26ですね。なるほど。で26歳からじゃあ、もうずっとスポーツはもう基本的にはそんなにトレーナーとしてやるぐらいでって感じですか？うん、そっからもう全く蹴ってないぐらいの。あ、そうなんですか。うん、子供とちょっと蹴るぐらい。ああ、なるほど。ぜひ今度一緒に。あ、ぜひぜひ。はい、させてもらいたい。うん、で、そのスポーツをしてきた中で何かこうビジネスに活かせたとか、僕自身はまあ高校でのああいうね、うん、出来事とかいろいろあった中で、社会人になった時ってすごいその時の力大事だったっていうのが感じたんですけど、うん、何かこうスポーツをしててこういうのをビジネスに活かせたとかっていう話があります？まさにね、高校の思い出ですね。そこ行きますよね、僕ら。うちのまあ高校、簡単に言うとね、はい、もう昔ながらの、多分今のご時世では考えれない。そうですね。丸坊主ですし、白白赤という、僕らの高校の中では通じる白白赤という。白白赤、懐かしいですね。もうね、ここまで。自分で橋本みたいなね、はい、親に書いてもらったりとか。はい、まあ、だから水をまだ全然飲ましてもらえない時代ですよね、確かに。そうですよね、うん、だそういう時代で、はい、徳さんがその時よく言ってたのが、はい、周りはサッカー教えてるんだよと、はい、周りに教えてるのはな、はい、社会に出た時に立派な大人になるためやと、いや、そう言われたんですけど、その時分かるかは分からない。ないんですかね、サッカー教えてくれるんだ。あ、そうですか。その時分からなかったけど、はい、今なって分かるのは、はい、その時に限界突破できた。耐える、忍耐力、はい、何が何でも耐える、まあ、その中でも100人ね、200人いる中でも、うん、そうそうね、やめたのが多分9割ぐらい。いや、そうですね、うん、僕らの代もそうです、大地さんの代も多分そうやったと思うんで、ね、はい、自分の代で多分14人ぐらいかな、残ったのが、うん、その当時、多分100数名いたんで、うん、はい、だからそこに耐え抜いた人だけが残ったと、うん、上手い人じゃなくて、いや、そうですよね、メンタルが強かった人、はい、サッカーが好きだった人。はい、だ中学校の時大阪選抜とか入ってた子とかって逆にやめていく子多かったですよね。逆に天才と言われてる人ほどサッカー嫌いなんで、ね、そうですね、引退力とかっていう人がじゃないとやっぱり残れないっていうことがあったんで、はいはい、まさにその引退力、社会に出てもやっぱりね、自分の思い通りにいかなかった時とか、そういう時にやっぱり引退力ってめちゃくちゃ大事だ、はいはいはい、それはめちゃくちゃスポーツで、うん、自分で身について今でも通ずるとこ、はい、あるんですよね、うん、やっぱり。そうですよね、うん、あ、そのまあちょっと話それるんですけど、高校時代で一番きつかったことなんか覚えてます？
全部で先輩に行かれたとかもあるんですけど、それは練習もそうですけど、トレーニングもこれやばかったな。1年生の時かな。あ、そうなんです。やっぱりまだ3年生って体力ついてるし、はい、フィジカル面もまだ追いついてる、はいはいはい、でも高1って中3と1年生からなんで、ね、自分は早生まれやし、はいはい、3月やし、あ、14歳かな、15歳か、はい、その中で1年目の夏の練習はきつかったね。きつかったですか。めちゃくちゃきつかった。いやー、そうですよね。水も飲めない先輩、怖い、うん、ゲーム中に削ったらね、あとで呼び出される。雨水飲んでたもんね。ここ濡らしませんでした。で、ここ濡らしてこうやってスーって飲んでましたよね。いやー、ありましたよね。まだ考えられないですよね。一回試合分けて、はい、ゴール裏、いや、まあね、コートがあって、はいはい、監督さんの要はベンチがあって、うん、で負けたからここで押しダッシュって言って、あ、ありましたね、50m ダッシュを一生しとくみたいな。で、ここにちょうど水道みたいなのがあって、はい、まあ、まあ前日が雨やって、はい、で、まあ、土のグラウンドや、はいはい、いや、誰かが踏んだ足の後に水が溜まってる、ね、泥水ですよ、泥水。とそれ飲むから自衛隊格みたいな。いやー、だからそういうのがあって、で、やっぱそれが社会に出た時にやっぱ生かされますよね。生かされる。だいたいかすり傷に感じますよね。そうやね。なんか、そうね、だから大学とか入って社会人になってからでも、ほんまにあれやね、ああいう忍耐力は、あの、高校の時についたかな。多分まあちょっとその忍耐力があったとしても、やっぱり今までビジネスしてきた中でこれも失敗やったなとか、やってしまったなっていうのは多分、うん、もう社会人になって20年ぐらいになるんですかね。僕、そうですね。あ、土井さん大学出てるんで、まあ、でもそれも20年ぐらいですかね。そうか、15年ぐらいか、うん、そうですね、15年ぐらいで15年やってきた中、まあ、経営者としてもやってる中で、何かこう仕事をしててこれやってもだなっていうのって何かエピソードあります？ちょっとカッコつけていい？あ、もう全然カッコいいんで大丈夫です。あんな、でも失敗してることを失敗と思ってたことが失敗だって、はい、うわー、深いなー。なんていうんかな、これ、はい、自分の中ではチャレンジして成功かナイストライ、要は事実のことに対してポジティブに捉えると思うんだよね、はい、客観視してミスかもしれないけども、はい、自分の中ではチャレンジしたことによって、うん、それは自分に学びになると思う、うん、だから成功か学びしかないと今は思ってる。今はですね、覚えてる、覚えてる。そうなんですね。その時は、まあ、例えば、まあ、こまごましたいろいろミスとかあったとしたら、はいはい、まあ、落ち込んだりとか、はい、やってしまったなみたいな、うん、まあ、失敗してしまったなみたいな、うん、自己概念で自分の自信がなくなってしまったりとかしてたけども、うん、はい、そういうやっぱり捉え方、考え方自体が失敗やったなという。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。うん、マジで思う。ちょっとカッコつけるけどマジで思う。あ、もうちょっとそういう捉え方をポジティブにとってたらもっと違ってたなというで、うん、でも今の話ってまあ難しいので、うん、下手な話こう自分のなんていうんですか、考え方とか、うん、そこをちょっと一個変えるだけで、うん、全て変わるじゃないですか、うんうん。大事ですよね。めちゃくちゃ大事よね。大地さんが経営されてる接骨院もよく淀屋橋の方行かせていただくんですけど、そこの院の方が皆さん言われるのは、もうサンライズはもう即決即断やんよう言ってまして、最近僕ちょっと一つ椅子の上に置いてこうなんかこう姿勢を正すやつを買おうか買わないかめっちゃ迷ってたんですよ。で、まあ値段もそれなりにネットでもするんです。で、相談させていただいたんですよ。で、いや、もうそんなん買えなくて即決即断で買わないと買うんであれば、でなんかもうみんなに言われました。うちはそうですよ。でそういうのがやっぱ大地さんのそういう考えとか思いっていうのが従業員の方にも浸透してるんやなっていうのは今話聞いてすごい思いましたね。即断即決即行動ってね。社訓みたいなのあるんですか？社訓じゃないですけど、まあ、よく自分が社員に言ってることですね。即断即決即行動。それちょっと後でもう一回あの見返してメモさせていただきます。ああ、全然。はい。